ハープシコード組曲第1集 HWV426 から433は、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルによって1710年代に作曲され、1720年に出版された、八曲から構成されるハープシコード独創のための組曲集。通称、八つの大組曲集とも呼ばれる。1717 17年以降の一時期、 ロンドンのヘイマーケット劇場が閉鎖されてオペラが上演できなくなったヘンデルはジェームズ・ブリッジズに招かれ今のロンドンのハール・オークにあるキャノンズの邸宅に住んで作曲活動を行ったハープ史講読味曲第一集には主にこのキャノンズ時代に書かれた曲を収録している1720年前後に アムステルダムの出版社であるジャンヌ・ロジェ名義で、ヘンデルのハープシコード作品集の海賊版が出版されたが、ジャンヌ・ロジェの名を語って出版したものと考えられている。ヘンデルはそれを知り、対抗手段として、ロンドンのクルーアーから正規のハープシコード組曲集を出版した。これが第一集である。当時の著作権は14年間有効というものだったが、この曲集はヘンデルが、 著作権を行使した最初の作品だった。第2は組曲とあるが、伝統的な組曲とは、無関係なイタリア式のソナタ学章や、教会ソナタ形式の曲なども含まれている。前奏曲44秒子アルマンド44秒子クーラント、34秒子ジーグ128秒子アダージョ44秒紙、 アレグロ4四秒子アダージョ3四秒子アレグロ4四秒子前奏曲4四秒子アレグロ4四秒子アルマンド4四秒子クーラント3四秒子やあと5つの変奏4四秒子プレスト3八秒子この曲はオペラ忠実な羊飼い諸行 HWV8R 序曲の第6曲として見えており合奏競争曲集作品3から 6HWV317 や オルガン競争曲,曲作品7から 4HWV309 でも使われている。アレグロ4四秒子風が、アルマンド4四秒子クーラント3四秒子サラバンド。3四秒子ジーグ128秒子前奏曲4四秒子アルマンド4。4四秒子クーラント3八秒子エアと5つの変奏4四秒子から19世紀に調子の良いカジ屋の台が付けられた。 前奏曲44秒子ラルゴ34秒子アレグロ44秒子ジーグ128秒子この曲のみは1705年頃のハンブルク時代の楽章が含まれる助曲44秒子、カンタータクローリトティルシとフィレーの HWV96 の助曲に由来するアンダンテ44秒子アレグロ38秒子サラバンド 三二秒子ジーグ十二八秒子パッサカリア四四秒子、前奏曲四四秒子アレグロ二四秒子アルマンド、四四秒子クーラント三四秒子ジーグ六八秒子、第五番のエアと五つの変奏は、調子の良いカジヤの台で単独で演奏されることが、多い。第七番のパッサカリアも単独で演奏されることが、多い。ヨハン・ハルボルセンが、バイオリンとビオラのための二重奏曲に改変した版も、 よく知られる。ありがとうございます。